あまり重たくならないように小物とトップスはグレートーンでまとめてみました。ウエストがキュッと入ってる。そうなんですよ。これはもう着て速攻買うと決めたものです。おはようございます。おはようございます。今日は出勤コーデを見せての会、初めてのエトレ東京店舗スタッフ編です。それではお名前教えてください。店舗スタッフのマキです。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと緊張してますか？はい、とっても緊張してます。 YouTube にも2回出てもらってるということで。そうなんですよ。慣れたもんかなと思うんですが、初心者です。今日のスタイリング早速紹介お願いします。はい、今日は YouTube の私服の撮影が入ると聞いていたので、お気に入りの展示会でオーダーしたスカートをメインにコーディネートを組んでみました。結構春夏私ブラックトーン着ることが多いので、あまり重たくならないように小物とトップスはグレートーンでまとめてみました。アクセサリーは今ゴールドで全部まとめてます。そうですね、ゴールドが最近の気分で、夏になったらまたシルバーに戻るんですけど、今日はゴールドですね。ネイルの色はちょっと透け感があるオレンジですね。アウターは一回諦めたアウターなんですけど、入荷連絡が来てしまってついポチッと買ってしまったアウターです。重たすぎなくって素材感で軽く見えるので、黒でも春らしく着れますよね。そうですよね。そんな大きなバッグどこのものですか？これもエトレ東京のものになるんですけれども。あ、そうなんですね。そうなんです。見た瞬間一目惚れして、こちらもオーダーしたバッグで、ニット素材なんですけど春夏用になりますね、うんちょっとぐしゃぐしゃなんですけど、アクセが入ってる。別に持ち歩いてるってことですか？いつもなんか結構撮影することも多いので、シルバー、ゴールド両方持ってます。今日のチーク、このまま入れてるんですけど普段あんまり化粧ポーチ持ち歩かないんですけど、リップお財布かと思ったとチーク。かわいい。リップケースで売ってたの？そうです、リップケースで4本入るんですけど。かわいい。どんなリップを愛用してるんですか？オレンジ系が私は多くて、シアー感があるリップが最近の気分です。リップモンスター？あ、リップモンスター最近お気に入りです。あとお財布とイヤホンと、うん、お財布どこのですか？これは分からなくて、色がだんだん濃くなっていく財布で、うん、中の色とバイカラーになって、中は黄色ですね。すごい年季入ってる。年季入ってます中のトップスも見たいので、アウター脱いでもらってもいいですか？脱いでもらいましたが、めっちゃ可愛い。スカートこれこんな感じだったんですね。そうなんです。いい、ちょっとデザインが本当だ。変形、変形型、シンメトリーになってる。はい、スニーカーで合わせることが多いんですか？スカートの時は結構スニーカーを履くことが多いですね。パンツの時はちょっと華奢なストラップのサンダルとかが多いかなと思います。トップスはオニットというブランドのもので、こちらも気に入っていて2色持ってます。マキさんはもう必ず色違いをするということで有名ってことに伺ってますけどそうなんです。気に入ったものは2色買いすることが多いです。普段どういうコーディネートが得意なんですか？レディーなお洋服が私は多いので、スカートとかワンピースがメインになるんですけれども、最近はちょっとパーマかけたので、パンツスタイルもしっくりくるようになったというか、バランスが自分の中で取りやすくなったのかなと思います。黒が圧倒的に増えて、今までベージュ系白系が多かったんですけど、最近はほとんど黒、グレー、ネイビー、ね、ちょっとかっこいい寄りになってきてる。そうなんです。ちょっと甘いお洋服をこの髪型で着ると結構甘さが出ちゃうので、どこかに甘くなりすぎないポイントを作るようにしてます。じゃあここでちょっとプライベート質問も、エトリのお洋服の好きなところ教えてください。着心地の良さが一番好きなポイントなんですけれども、どのお洋服もデザインが好きで、お客様におしゃれじゃないから着こなせないよって言われることも多いんですけれども、エトリのお洋服は着るだけでおしゃれに見せてくれるので、取り入れやすい、おしゃれに近づけるっていうのが好きなポイントです。マキさんってエトレの店員さんやる前って何されてたんですか？事務作業、パソコンを10年やってました、アパレル関係ですか？はやってなかったので。そうなんですね。そうなんですよ。勇気がいる転職だったね。アパレルに飛び込もうと思ったきっかけは、純奈さんのインスタの Q&A
がきっかけで、もともとアパレルはやりたかったんですけど、うん、その時27歳で、割と27歳でアパレルに入るっていうのは個人的には勇気がいることで、うん、そのタイミングでトレに出会って、アパレルはやりたかったけど特に働きたいブランドが今まではずっとなくて、うん、あ、ここは絶対働きたいって思ったのが初なんです、ね、それが。ジュンナさんのインスタで背中を押されて、たまたまそのタイミングで募集があったんです。すごい。なので、うん、前の会社を辞めて引っ越してすぐに面接を受けました。合否が分かる前に。あ、そうです。先に引っ越しして。そうだそうだ。行動力がやっぱりなんか引き寄せたのかもしれないです ね、 そうですね。ありがとうございました。おはようございます。 YouTube です。聞いてました。新宿店のトビです。トビさんは YouTube 初？初めてです。緊張してますか？緊張してます。新宿店の末っ子ちゃんですね。あ、そうなんですね、はい、トビちゃんのスタイリングのいつもの雰囲気ってどんな感じ？ハンサム系に意識することが多いかなと思います、うん、スウェットにタックパンツとか、カジュアルにも寄りすぎずに整った雰囲気は割と意識してるかもしれないです。時々スカートも履いてるかなと思うんだけど、スカート履くときに心がけてることとかある、はい、プリーツ系はあんまり履かないんですけど、あのアイライン系のロングのスカートで、トップスはちょっとカジュアル目を持ってくることが多いですね。あとは丈長めなものが好きなので、うんうんうん、スカートは特にもうかかとは全部隠れるぐらいを意識してます、うん、今日のスタイリングのポイント教えてください、はい、このジャケットがメインなんですけど、受注会でオーダーしたものが届いたので今日初おろしでございます。はい、ネイビー私あんまり着ないんですけど、デニムとちょっとブルートーンで着たいなって思ったので合わせてみました。家に一着あるかないかぐらいです、ネイビー。ハンサムコーデするときにネイビーって差しやすいのかなって、はい、今までなかったです。お客様とかにもなんか黒のイメージですって言われることが多かったのでお出してみました。今日のアクセサリーも見せてください。全部シルバー？ところどころゴールドを入れるのが好きで、絶対ミックスでつけるんですけど、ピアスはゴールドが多いです。ネックレスもシルバーですね。素敵ですね、かわいい。バッグだったり小物が黒で締めてるのかな？そうですね、ベルトとシューズとバッグは黒でちょっと締めたりとか。いつもその大きいバッグ持ってる？コーデによりけりですね。割とちょっともうハンドバッグとか、逆にちょっと赤のトートバッグとか持ってアクセントにしたりもしてます。じゃあお洋服であんまり色を持ってこないで小物で色を持ってくる感じ？そうですね、色物のお洋服はほぼないです。今日のカバンの中身見せてください。今日使ってるリップとか入ってる？リップはい、3つつけてまして。3つも？3つつけてます。ちょっと巾着に入れてやってるんですけど、デイシークのリップスティックです。ベージュトーンなので縁に1回塗ってから色を消して赤をのせてるんですけど、あとはこれかわいい色、ビセアバン10番のリップですね。で最後に RMK のリップでやってます。3つつけてます。それもネイルのカラーと似てて、はい、素敵。今そういうブランデッドっぽいのが気分ですか？そうですね、赤っぽい色は結構好きで、うん、ネイルには特に取り入れますね。スタイリング剤リンクバームです。持ち運びにはこれで、お家は割ともう 3,4 種類ぐらいあって日によって変えてるっていう感じです。これは柔らかいので割とちょっと艶っぽくなりながらちょっとふんわりした感じになります。まだ欲しいですか？まだ欲しい。なんか見せれるやつください。じゃあこれですね。わあすごい、何入ってる？これは香水とハンドクリームとか。めっちゃ使ってるかも。使用感やばいですよ、ね、あとは香水、これはどっちもイソップです。日によって変えれるんですけど、パフュームオイル、ロールオンタイプ。あ、香り物が好きですか？香り物好きですね、気分も上がるので、うんうんうん、財布見せて。財布はですね、ちょっと本当にもう使用感がとんでもないんですけど、ユリビゾンテの。かわいい。やっぱレザーのものって経年変化楽しめるからいいよね。でも変化しすぎてません？大丈夫ですか？ヌメ革なんですけど。ヌメ革だったの？4年ぐらい使っちゃって、アクセの入れ物ですね。カッと入れるとすごい便利そう。ネックレス、ピアスとかを、まあ、2,3 種類は入れてますねっていう感じでございます。中のニットベストかな、それ。
こう、あ、そうです。なんか気になるので、はい、アウター脱いで見せてもらってもいいですか。はい。ニットベストやっぱ可愛いですね。素敵。はい、そうなんですよ。これはもう着て、あの速攻買うと決めたものです。これから暖かい季節になるとね、それだけでも動きやすいよね。そうですね。割とこれにキャバルリーパンツとか、うんうん、素敵ですね。も絶対に可愛いと思って、これはもう白と黒欲しいと思ったんですけど、買いすぎてるので白だけにしました。トミーさんは、はい、エトレは今何年目ぐらいなんですか。ちょうど1年経ちました。ずっとアパレル店員さん。そうですね、専門学校の時にアルバイトで19から始めたアパレルの世界に入って、う1年半やって、で一瞬エステの会社を挟んで、ここからまた別のアパレルブランドで 3,4 年ぐらいやって今に至ります。アパレル店員さんをなんで目指そうと思ったんですか。最初のきっかけは好奇心でした。洋服もずっと好きだったこともあって、うんうんうん、なんかちょっとやってみたいなっていうので最初アルバイトで入ったんですけど、うん、お客様と一緒にお洋服にことに関してのお話をする瞬間とか、喜んでもらえる姿とかを見て、やっぱりすっごくやりがいを感じて、向いてるよとか、キラキラしてるねって言われて、そこから、なんでまたエトレに行こうかなって思ったんですか。ナミさんに誘いいただいて、前職で同じ職場だったので、うんうん、あ、そうなんですね。はい、そうなんですよ。そこからずっとナミさんのことはもうかっこいいなって思って、そんな方にお誘いいただいて入りました。エトレの洋服の好きなところ教えてください。やっぱり一番はシンプルだけども、やっぱシルエットとかデザインとかにかなりこだわりがあって、着るだけでやっぱりグッと雰囲気が出ますし、やっぱ気分も上がるので、そこがやっぱり一番のお気に入りポイントですね。エトレの中で一番好きな最近のアイテムで何かあった、うんうん、一番好きなのだとキャバルリーツイルワイドパンツ。あれはもう一年中本当にリアルに履いてます。あとはもうサテン素材のものを購入することが比較的多いので、アイラインスカートとか、最近だとあのポップアップ限定とかでも出てたハイウェストツイールワイドパンツ、うん、あのブルーとチャコールとブラックがね、うん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 、やつもあれも2本持っててかなり効いてます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。新宿店で働いているリサと申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。スタイリングのポイント教えてください。トップスとスカートが春の受注会の時にオーダーしてるものをちょっと入れ込んで、ワントーンな感じでまとめさせていただいてます。ジャケットからシャツ見せたりとかしてる感じで、うん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 、なんかレイヤード本当にリサちゃん上手だよね、はい、あ、本当ですか。うん、指輪はゴールドとシルバーがミックス。長く使っちゃっているのでゴールドが薄れてきちゃってるんですけど、ミックスは普段つけてます。顔周りは華やかにしたいっていうのがあって、うん、ゴールドのものが多いですかね。なんかシンプルだけど存在感があって可愛い。靴とバッグは黒で締めてますか。そうですね、結構靴とかカバンも、まあ、白とかベージュとか入れちゃうとちょっとぼやけるかなと思ったので、うん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 、ちょっと小物とかは暗めに。メガネかけてるの可愛いね。ちょっと日差しが強いかなっていう時はこれをちょっとかけたり。スカーフはエトレのこの前発売してたものですか、はい、そうですね、ちょっとカバンにちょこっと忍ばせてたんですけど、これもちょっと私が好きな白と黒モノトーンが入ってて、カバンにかけたりしたら可愛いかなと思って。アクセント足すだけで雰囲気変わっていいよ ね。一気におしゃれ見えもするかなと思って、うんうんうん。これは何のバッグですか。ちょっとメッシュっぽい感じですね。中のものを色物入れたりしたらつけて可愛いなって思って。このままバッグの中身紹介してもらってもいいですか。はい、小物とかはあんまり持ってなくて、うんうん、それこそもうハンドタオルとかもう真っ白なもの、うん、いい。あとはレザーの財布、ね、経年変化で結構色も馴染んできたんですけど、うんうん、本当薄い感じだったんですけ ど、うんうん、けど変わった形だね。新宿スタッフ茶色の財布多い。本当ですか、うん、あとはもうこのピアスのものの入れてあった袋にアクセサリー入れております。基本的にカバンの中身で巾着で小分け、はい、私も巾着で小分けしてます。素敵。あとは髪が乾燥しちゃうので、うんうんうん、常にヘアオイル使って。そのオイルいいよね、いい香りもするし。結構この皆さんも使ってる方多くって、うん、あとはちょっともう手洗いの時にイソップの、これはもう常に持ち運んでます。メイク道具とか入ってます。あ、ちょっともうチーク直すとか、うん、そんな、うん、
感じでしかちょっと持ち運んでないんですけど、アクセサリーの袋に入れてて、おさじさんのマットすぎずテカリすぎないジュワッとしたいい色、ネイルも見せてもらってもいいですか。春気分でピンクのジェルネイル、これは自分でもうセルフの。大人な春ですね。ありがとうございます今日のヘアセットとかはさっきのオイルがメイン、バームをちょっと混ぜたりしてます。私毛量があんまりないのでベタっとしすぎるのも嫌なので少量のオイルとバームでっていう感じです。中のトップスも気になるのでジャケットを脱いでもらってもいいですか。はい、かしこまりました。脱いでもらいました。かわいい。ウエストがキュッと入ってる。そうなんですよ、フレアでこう広がるような感じなのでウエスト位置高く見えてデニムとかでも可愛いと思います。袖もちょっとこう広がるようなシャツになってて肌を見せた方がいいな、手首見せたいなっていうのでまくって着てるような感じです。後ろも素敵だよね。そうなんです、ちょっと背中開いてて今私シャツで合わせてるんですけど夏とかだったらタンクトップとか紐もちょっと長めなので好きなポイントです。ベージュ白が好きなので、そんなイメージ、めちゃめちゃあるスカート、はい、スリットすごいがっつり入ってるよね。サイドのスリットあった方が私歩きやすくて、あ、わかる。あと素材もタオル素材みたいなカジュアルっぽい感じのスカートなんですけど、カジュアルにならないようにバランスも取ってきてます。リサちゃん普段カジュアルな方が多い、ちょっとレディーな方が多い。普段は結構デニムとか本当パンツスタイルが多くて、カジュアルなお洋服が結構好きですね。スウェットとかも最近はちょっと挑戦落ち始めて、犬とかの散歩とかでも結構楽ちんなので、結構カジュアルめな服は多いです。トミちゃんよりも末っ子ちゃんになるか、エトレの、はい、入社歴でいうと。そうですね、去年の7月に、エトレに入ったばっかで一番浅いんですけど。エトレのお洋服のどんなところが好きですか。シンプルなデザインの中にも一癖二癖あったり、おしゃれに着れる洋服がたくさんあって、そこが結構私は好きです。店舗限定だった、あとポップアップにも出てた、ツイルタックパンツ、パンツブルーとかあったカラーが、履き心地もいいしスタイリングの幅もね広いし結構履いております。もうサンダルは履き始めてる。出しちゃいましたねこれも3月に発売してたワイドスクエア2フラットシューズ、キャサナストラップと先端のスクエアな感じが私結構好きで、スクエアのものとかあえてポインテッド三角なもののシューズが多いんですけど、夏はスクエアの華奢なものが欲しいなと思って、しかもすごい歩きやすくて、一日中履いても全然疲れないので、買ってよかったです。リサさんはずっとアパレルの人なんですか？はい、前職がもう全く違う業種のところで、不動産の事務をやってまして、デスクワークみたいなカタカタカタっていうのが多かったです。どうしてそのアパレルの道に行こうと思ったんですか？元から服は好きだったんですけど、あんまりやっぱり仕事の都合とかでおしゃれができなかったり、やっぱ休みの日とかでしか自分の好きな洋服が着れなかったり、もうちょっと楽しみたいなと思って、それこそ同じ店舗のトビさんが地元の友達でして、そうなんですね、そこからちょっとお声掛けいただいて、エトレさんでちょっと今働かせてご縁があって、自分がイメージしてたものと実際やってみてこう違いとかありますか？思った以上に体力勝負じゃない、もう本当座りっぱなしから立ちっぱなしに真逆になったので、そこの慣れるまでがやっぱりしんどかったかもしれないです。エトレ東京に入ってインスタをゼロから作ったんですけど、でそこからどんどん増えて、最近は本当 DM とかいただくようになったりとか、お店でもいつも見てますとか、そういう言葉をいただいた時はすっごく嬉しくて、もっと頑張ろうっていう本当お買い物じゃなくても、もう本当会話しに来ましたとかでも全然いいので、ぜひお店に来ていただければと思います。もちろんちょっとお洋服も見ていただければと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今日は朝早くからありがとうございました。ありがとうございました。ぜひこの動画を見ていただいている方にも、今日ご紹介したトビちゃん、マキちゃん、リサちゃんに会いに来てもらえると嬉しいですよね。ぜひ会いに来てください、はい、せっかくなのでお客様にアピールポイントお願いします。アピールポイント、私はあまり接客らしい接客はできないかもしれないんですけれども、楽しんでいただけるようにたくさんお話
するのが好きなので、ぜひ会いに来てください。私はヘアスタイリングとかアクセとかもうそれも含めてトータルでご提案させていただければと思いますので、ぜひお待ちしております。さっきと2人装いが違うかなと思うんですが、はい、今までタンクトップだったりとかキャミソールとかインナーだったりとかが年に数回発売していたんですけれども、お客様からたくさんリクエストをいただいたため、ベーシックラインとして登場することになりました。タンクトップとパンツもその商品になります。タンクトップはカップがついているので1枚でも着やすい商品になります。多色がいいは必須でございますまだね、今の時期だったら上にジャケットとか羽織ったり薄手のニットとか合わせたりしても可愛いですよね。可愛、はい、使いやすいですね。パンツの履き心地もすごいですよね。そうなんです。腰回りとか本当に拾わないのと、後ろでウエストのサイズが調節ができるので体型問わずに着やすいアイテムになっております。あと大人気なダブルストラップキャミもベーシックラインとして登場するので、そうなんです。私の一押しアイテムで今でも毎日着てるぐらい、スタッフ人気も高いものになってますよね。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、という感じで今、ご紹介に上がりましたベーシックラインディペンドバイエトレのご紹介、少し私の方からさせていただきます。ロゴもこの度新しく作りまして、このタグがお洋服に、ついてまいります。このブランドの意味は Depending on the combination、 無限にあなた次第で好きなだけ自由に着回すことができるっていう意味を込めて作ったブランドネームなので、この Depend の真ん中の N と D を無限大のマークにしております。日々のスタイリングのサポートをしてくれるような心強い存在になるかなと思っておりまして、最初はですねタンクトップとパンツ、華奢なストラップのキャミソールをご用意しております。今までのエトレ東京のお洋服は発売してすぐ完売してしまうから、なかなかこう安定的に手に入らないっていうところがあったかと思うんですけれども、このベーシックラインは基本的にいつでもお買い物していただけるっていうようにしようかなと考えておりますので、楽しみにしていてください。ではお楽しみに。 YouTube です。はい知ってましたすごい使い方だな。なんか口の形がおかしいのか、はい、あ、急に私からじゃないか。なんかチャンネル登録はこちら、いいねとコメントもお願いします。来週の動画も見てください